ゴールキーパーは佐藤、3バックは右から黒木、江崎、大西という並び、ダブルボランチは上村と豊田のコンビ、右のワイドには大本が怪我から復帰しました、左のワイドは岩下、そしてツーシャドウは竹本と藤井というコンビ、それからベジョンミンが怪我明けからの初スタメンでワントップという並びを予想しています。ゴールキーパーは市川、そして3バックは右から岩竹、ドカ、ボニフェイス、福森という並び、ダブルボランチはユーリ・ララと井上のコンビ、右のワイドが山根、左ワイドは村田、ツーシャドウはカプリーニと伊藤、そしてワントップがフルス対決となります高橋俊樹です。まあね、横田監督も、ね、試合前おっしゃってましたけどね、人に熊本は来るというところで、ね、そこを、ね、裏返したいということも、ね、話してたので、はい、豊田左足、市川ゴールラインは割らせませんでした。熊本のスローインに変わります。福森のフィードは熊本ボールに変わっています。ここまでシュート数は熊本1本、横浜 FC が2本、支配率は横浜 FC が上回っています。横浜 FC はね、まあ、行くと決めたらしっかりね一つ構えに行って奪い切りって、ね、攻撃進めたいところですよね。まあ、山田監督もねおっしゃったメリハリですよね、はい、どこ行かないところ、岩竹狙ってきます、まあ、そのあたりも含めてしっかりね整理されてきてるんじゃないかなと思いますね。奪った横浜 FC、 カプリーニからララを経由して伊藤、取り返した熊本、藤井運びます、左竹本、お中央上村、上村の右足、いや市川セーブしています。惜しかったですけどね今。速いボール起きとこぼれている、シュートにはいけない、もう一度豊田、低いボールが入ってくる、ヘディング狙っていきましたが枠を捉えることはできませんでした。ですね、岩下です。まあ、前半の早い段階で水しぶきが上がっていたところです ですね。クロスが上がる、中央高橋、佐藤優也かき出しました。いや、まあ、一ついい形出ましたね、ここね小川選手粘ってインスイングのクロスなんですけどね、このあたりしっかり入り込んで高橋選手にちょっとね体勢難しかったですけど、よくね枠持っていきましたよね。中央に入ってヘディング、ね、来た、こぼれている、まだ横浜 FC ボール、もう一度ボールが上がる、リフレクションあって、これシュートは合わせられませんでした。キーパーこぼしていますが、ここですよね、フリーだったんですよね、非常にね打点の高い叩きつけたいいヘディングシュートだったんですけどね、まあ、このこぼれ球をしっかり拾って、ええ、ここねなんかタイミングは合わなかったですけど、うん、その後ねよくまた拾ってねシュートまで、ユーリララ前線へ跳ね返した大西、セカンドボールは大崎、ユーリララが奪う、山根、カプリーニ、山根追い越します、左足のクロスが上がる、中央ユーリララ、おシンプルに放り込む、大西跳ね返す、中村ワンタッチ、カプリーニ、豊田が寄せる、カプリーニ倒れた、笛が吹かれます。いやしかしこれは試合終了の笛、大粒の雨の中でのゲーム、両チーム得点を奪うことはできませんでした。